続きましては、普段電車が研修を行うピット線の方へ、入線をいたします。電車が安全に走るためにここで検査や点検を行う大切な設備となっております。今日は特別にピット線の方へ皆様を乗車体験ということで電車が進んでまいります。ピット線への入線をお楽しみください。電車は普段点検整備を行う大垣車庫のピット線の中へ入ってまいりました。ピット線据え付けが終わりますと、三度エンド交換をさせていただきます。まだ進行方向が変わりますのでご注意ください。なお窓の外ですが、さまざまな点検の機器等がございます。危険です。現在養老線には3両編成が7本、2両編成が5本の12本、31両が在籍をしております。この大垣研修車庫では日常の試業検査、次検査などの点検整備を行い、養老線の全ての列車を運転しております。なお近年 B 更新工事は塩浜研修車庫ではなく奈良県の五井堂研修車庫で施工されることが多くなっておりますが、養老線の車両が大阪線を改装されていく珍しい姿を目にすることも最近では見ることもできております。この大垣車庫には15年前は多種多様な電気機関車も在籍をし、養老線では遅くまで貨物列車の輸送が盛んに行われておりましたが、晩年は除雪修行などをこなした出の31、33を最後に引退をしたところでございます。列車はピット線を抜けまして最終目的地であります皆様の本日の撮影の会場留置線へと進んでまいります。列車は進んでおります。元近鉄車、元東急車など色とりどりな電車を目にすることができております。現在養老線では様々な電車が走っているということで、撮影される方、ご乗車のお客様が大変増えてきております。ファンの皆様は特定の編成やお気に入りの編成に乗車したり撮影できることを願われていることがあろうかと思いますが、実際には基本の車両運用の通りに流れることばかりではございません。現在入っていただきました研修車庫等での安全に走るための検査周期を予想しながら、どこで運用の差し替え、また車両の交換などが行われるのか楽しみながら想定をして乗車や撮影を楽しまれてはいかがでございましょうか。それではもう一度前と後ろが入れ替わります。いよいよ最後の留置線へと入場して本日の旅が終わりとなります。
最後のデー14の旅、お楽しみください。それも向かうシュマムシュマムの北側の回転場がある。でも昔あそれもいいからご乗車の列車はこの後車庫の中の留置線に入りまして停車をいたしますと列車前方の乗務員室扉よりお客様すべてのお客様順に下車をしていただきます。その後はさまざまな系統番を掲出しての撮影会を実施いたします。どんな系統番が登場するかはお楽しみでございます。最後のイベントとなります系統番撮影会をご時間の許す限りぜひお楽しみください。なお系統番撮影会につきましては、一つの系統番について約5分の撮影タイムを予定しております。約5分間の形式で、次々と系統番を変えてまいります。10種類の、系統番のケースを予定しておりますが、時間や、スケジュールの進行上変更や、一部ケースできない板等が発生する場合もございます。その場合はあらかじめご了承ください。なお、混乱を、防ぐためまた皆様にできるだけ楽しんでいただきますために、本日このデーの14の、号車の指定がありましたので、この1号車2号車の号車指定に合わせまして、撮影タイムを、区切らせていただきます。ご指定の号車514号車の方最初の2分間、続きまして、ご指定の号車614号車のお客様、その後の続いて2分間、そして残った1分間をフリータイムという形で、取り替えてまいります。フリータイム以外に、電車の近くにお立ち寄りいただくことはご遠慮いただきたいと思います。編成写真撮られるお客様、初めの2分間前半後半で、ディテール等近づきたいお客様、最後の1分で大変申し訳ございませんがフリータイムの1分間でということで進めてまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。ご協力、お願いをいたします。なお撮影会の、終了後は、流れ解散となります。この電車の中には戻りません。今一度お手回り品などお忘れ物等ございませんようお確かめください。本日は団体貸切電車バトンタッチ臨時列車にご乗車いただきましてありがとうございました。この列車は養老鉄道で最後まで残った610系で14編成の引退に際し長年の活躍に、花を飾りとともに新たに活躍を開始した7700系の末永い活躍を願いつつ今後も養老鉄道を愛し応援していただける皆様に楽しんでいただけるようにと運転をしたものでございます。今後とも養老鉄道のご利用とより一層のご愛顧をお願いしご挨拶とさせていただきます。本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。それでは、列車前方から、順次、下車のご案内をさせていただきます。どうぞお忘れ物のないようお支度ください。すべてのありがとうございました。ありがとうございました。お失礼した仕事を気をつけください。